これから2020年度青山学院大学社会情報学部統計入門第5回2つ目の動画配信を始めます。統計入門の第5回は動画配信を2つ行っています。これはその2つ目の動画になります。第5回のテーマはテキスト初等統計学の第3章確率の 後半部分ベイズの定理です第9節と第10節の内容を解説しています第5回の最初の講義では第4回の授業内容を復習をしていきました条件付き確率の概念それから赤字章と和字章の概念 確率の情報定理加法定理ということを復習していきました前回の1回目の配信の最後に取り上げた問題もう一度提示しますこのベーズの定理を使って解く問題の例になっています白玉2個と黒玉2個と緑玉5個を含む壺から2個の玉を取り出す時 この3番の問題に注目してください。取り出した2つの玉が同じ色であった時それが緑玉である確率はいくらかこれがこの解説講義で取り上げるベーズの定理を使って解くことのできる問題になっています。もう一台、正末問題24に加えた1つ問題を加えてあります。 サッカーチームが相手のチームに勝つ確率は雨でなければ0.7、雨なら0.5であると予想されている。過去数年間の天気の記録より試合の日の40%は雨であったとすれば、このチームが相手のチームに勝つ確率はいくらかで。これが前回やった内容のなんですけども、これにもう一つ問題を加えます。このチームが勝った時天気が雨であった確率はいくらか。 これがベーズの定理を使って解くことのできる問題になります今問題文を聞いて少し複雑そうだと思ったかもしれません前回までに学習した条件付き確率の問題ではあるんですけれども少し考えにくいところがありますこのような時にベーズの定理というものを使って 問題を解くことができます問題が考えにくくなっているその多くの場合というのは時間ををって確率を考えることが多いためですあるいは原因結果とある時に結果の方が分かっている時に原因を推測するという時間的にあるいは論理的に逆順になっている。 概念的ににに逆逆順に順番が逆になっているので少し考えにくくなっていいるというとうころがあります前回までにやっていた2段階のくじ引きの問題箱を選んでさらにその箱の中にあるボールを選ぶという時には時間順に考えるとまず最初に箱が選ばれその次にボールが選ばれて当たったか外れたかという結果が分かります。 ベーズの定理を使う問題では、結果が知らされます。つまり、当たりましたということが知らされる。その当たったときに、では、それがどの箱だったのかを確率で考える。白箱と黒箱があったら、当たりました。じゃあ、そのときにそれが白箱から引いた玉であった確率はいくつか。 あるいは黒箱から引いた球であったボールであった確率はいくつかというように考えるというんですねでこのように時間的な流れあるいは因果の流れとは逆に確率を考えることが多いのでしばしば原因の確率と呼ばれますただし因果原因の確率 結果というペアでないと使えないわけではなくてそうでない問題設定の場合も多くあります。サカチムの例の例話は少ししかかりやすいかもしれませんね天気が勝敗に影響する原因であるというように考えると勝敗の結果が分かった時にその原因側を推測するという構造になっていますね。 白玉を取り出すあ、黒玉、緑玉、玉を取り出すというこの例題は少しその文脈には合っていないように思います。因果的な解釈はちょっと難しいですかね。えただ時間上で言うと、う2つの玉をそれぞれ取り出して、その結果の色が分かったと。の いうようになってて、それが緑玉であるというんで、えー、とちょっと何かこう不思議な、やはりちょっと不思議な感じはする問題にはなってるかもしれませんね。普通は緑玉とか赤を見て赤赤になったから同じ色とかいうように考えるわけでしょうけれども、赤はないですか。この前黒黒になったから同じ色とか、えー、緑緑になったから同じ色とかいうように考えるわけですけど、同じ色であったときにそれが緑玉って っていうのはやはりちょっと逆になっている感じはしますねではいよいよベイズの定理なんですけども先に式の形だけ示しておきますこれ一番簡単なベイズの定理の式の形ですベーズの定理まあ、何通りか書き方はあるかと思いますけども一番シンプルに書くとこうなりますね メイズの定理に求めているのは条件付き確率であるということは間違いがありませんで。ここで考えにくくしている、確率を考えにくくしているのは、えー、原因結果とかあいうような、あるいは時間的な順序を考えたときに、結果側が先にわかるということですね、えーっと。そこはデータとか情報とかいうように言い換えてもいいかもしれません。データとか情報とか結果が得られましたということが条件の方になって、 では、それがある特定の仮説であるとか原因の下で生じた確率を求めてくださいとなっています。えっと、それで、<laughs> この式なんですけれども、今データと仮説の H、ハイポセシスの H を取りまして、H と D を使って表しています。あるデータ D が得られたときに、仮説 H、 が正しい、えー、そういった確率ですね。ある D のもとで、る d という情報が得られたときに、その仮説や原因が H であった確率ということで、条件付き確率ですから、この条件の方全体の確率、P の D を分母にします。そして、H でもあり D でもあるという確率を分子にするわけですね。 でこれ、確率考えにくそうな感じはするんですけれども、するのですけれども、日常生活では結構ある話です。例えば、風邪をひいた、風邪か何か分かんないんだけど、えー、っと、なんかちょっと熱が出て、えー、病院にかかったという時ですね。そうすると、この時にお医者さんは、その症状を見て、ね、つまりデータの方を見てですね、その原因を推測するということをやっていると考えていいでしょう。 腹痛、腹痛という症状があるとします。これがデータであり、情報であり、結果ですねで。腹痛を生じさせるような原因や仮説はいろいろあるわけですよね。風邪かもしれない、インフル,ンフルエンザもかもしれない、あるいは他のやばい病気かもしれないというので、えー、っともちろん因果関係で言うと風邪が、えー、風邪のせいで腹痛が起きる、インフルエンザのせいで腹痛が起きる、他の何かやばい病気のせいで腹痛が起きるという関係ですけれども、 複というデータやや情報や結果が与えられそこの時にこれはかなり可能性があるとかこれは可能性がなさそうとかいうように考えるわけですからこれは一種の確率の推測になっていますよね。ですから日常場面で、えー、っとそれほど珍しいというか、えー、あまりほとんどなじみがないようなことを確率を求めようとしているわけではありません。 確率の問題として出されるときには、大抵何か1個だけ仮説なり原因なりに言及しますね。えー、っと、風邪である確率は、インフルエンザである確率は、他のやばい病気である確率はっていうように問われるんではなくて、何か特定のものに注目した出題にはなっているでしょう。それは数学の確率の問題の形に整えるときにそうなっているだけのことですね。 例えば腹痛があるときにその原因が風である確率はいくつですかといった、そうした問題の形式になっています。えっと、ではですね、白玉が2つ白、白が2つですね、それから黒が3つ、緑が5つと入った箱の中から2つボールを取り出して、それが 同じ色になった時に <laughs> その色が緑であるという確率を求めなさいという先ほどの問題を考えてみましょうちょっともう一回遡って問題を見ておきますねこれですね白玉2個と黒玉3個と緑玉5個を含む壺から2個の玉を取り出しますでここで考えたいのは問題の3のところです <laughs> 取り出した2つの玉が同じ色であった時 それが緑玉である確率はいくらかというんですね。それで散々やってきましたけれども面積図ですね。一番大きな正方形は面積が1の正方形です。この中を切り分けていって一つ一つの面積が一つ一つそれぞれ標本点の確率に対応するようにしている。 観察されうる事象に切り分けていって、えー、つまりこの一つ一つの面積は何らかの標本点の確率を表す面積が確率を表すように切り分けていきます。えー、とまず最初全 一番外側の大きな白枠だけあると思ってください確率1の正方形ですねそこで1つ目を取り出す時には白は2つ黒が3つ緑が5つありますからその取り出しやすさを面積で表してみます白か黒か緑が取り出されるわけですけどこの時の面積が2対3対5になるようにまず切り分けましょうねえっ、ー、とこの時には横方向にこうナイフを入れまして と切り分けていきます一番上のところ白と 1, 1黒3緑5って書いてますがこの部分が、えー、と 2, 2面積が全部体で、えー、と10分の2になります面積比でいうと、えー、これが2のところでその次が黒のところですね10分の3に当たる部分が黒の領域、えー、それから一番下の半分が緑の領域ということになりますだから一つ目の玉としては白か黒か 緑が出るんですけどもその起こりやすさの割合は2対3対5というように玉の数にに比例していることになりますで。次に2つ目を取り出すので2つ目の結果をこの今の1回目の結果ごとに考えていきます。えっと、まず1つ目が白だった時には残ってるのは白1黒3緑5ですね白1黒3緑5ですので一番上の領域は もともと1番目のところ1のうちの10分の2を切り取った今ここで言うと白1黒3緑5っていうのを合わせた長方形の部分を今この図にあるように1対3対5に切り分けてやります。1対3対3でこうすると2回目の結果2回目の結果はもし1回目が白だとすると2回目の あり得る可能性はもちろん白黒緑あるんですがその確率の割合は白が1に対して黒3緑5という起きやすさになっているはずですね。あとのところも同じように切っていきます。一つ目が黒の時には黒が1個減っていて白,の白が2黒が2緑が5残ってますね。ですから白に黒に緑52対2対5になるように面積を切り分ける。 緑の場合には残ってるのは白が2黒が3緑4ですから2対3対4になるように切り分けるということですね。でこれで起こりうる2回取り出したときに起こりうる結果全てが表現されていてその一つ一つの結果つまり標本点に付与された確率はこの面積で表されています。さて今求める確率は同じ色であった時その2つの卵が同じ色であった時 っていう条件,確率条件付き確率ですねその時にそれが緑玉である緑緑であった確率を求めようと言われてますので条件の部分同じ色であったに該当する標本点は、えー、っと白白になってるとこと黒黒それから緑緑という今見掛けにしてある部分ですね、えー、ここを足した部分これが分母になります確率を計算する時の分母になる。 そのうちの緑緑というこの右下の領域が分子になりますね。そうした日を求めれば確率になるわけです。今わかりやすいように中に点線を入れて、この小さな点線で区切られた正方形部分を数えても確率がわかるようにしてあります。ですが我々ベーズの定理を習えば、これはこの領域の面積を数で数えるんではなくて、 確率でで計算ができます。それで今先ほど仮説と呼んでたのがこの左側に出ているところで1つ目のの結果のところを表しています。それで、えー、っと緑同じ色になった時にそのおなんていうんですかねちょっとここ考えにくいんですが同じ色になった時に、えー、1つ目が緑玉であった確率を求めてくださいと言ってるのと、まあ、同じ問題ですよね。 1>, えと1つ目が緑色ってことは2つ目も緑色になったということですから同じ色になった時に限定して考えているので、えー、この左側の部分がちょっと分かりにくいですが仮説になりますちょっとこの問題では仮説のところが、うん、分かりにくいですねで同じ色の玉になったというデータの領域については分かりやすいと思いますどこが、えー、出現実際に起きたのかという可能性が、えー、ある条件として考えるところはその今 色が塗られている3つの部分ですね、はい、取り出した玉が同じ色であった時にそれが緑玉である確率はっていうんで、えー、同じ2つの玉が同じ色になってるというデータの領域、えー、そういうデータになってるのはどこかというと、えー、この白の1って書いてあるところと黒の2って書いてあるところと緑の4って書いてあるところですよね。えー、この全体が <laughs> 全部分母になりましてそのうちの緑の1つ目が緑玉。 という仮説が占める面積の割合を求めます。この右下のところですね。これで面積図をよく見て実際に計算を実行してみてくれればいいですね。やってみてください。もう一つゲームのあるサッカーチームのゲームの話ですね。ここはちょっともったいない問題見ますね。 えとサッカーチームが相手のチームに勝つ確率が雨でなければ0.7雨なら0.5過去数年間の天気の記録だと試合の日の40%は雨このチームが勝った時天気が雨であった確率はというんですね雨じゃないと強いんですね雨じゃなければ0.7で勝てるんですが雨だと五分五分になっちゃうとで雨かどうかは40%は雨60%は雨でないということになります さて、この状況を面積図で表すとこんなんですね。えっと、こちらの仮説ってうのは考えやすいでしょうかね。雨だったか晴れだったかと。それぞれの時に何が起きるかというように考えます。えっと、雨の時には、これは全体の日にちで言うと、十分の四は雨で、十分の六は雨でない。 雨ででないいいいととと書書くとちょっと長いので晴れううように書いておきました10分の6で晴れ10分の4で雨ということですので面積をまずは上下に4対6に切り分けます4対6に切り分けるそれで上側の40.4の部分っていうのはこれは雨の時ですので勝ち負けが同じように置きますから半分ずつに今度は切って勝ちが5負けが5というようにします 5と5にしているのは1と1ってに書いてもいいんですが5と5って書いてあるのはその次がですねえと勝率晴れてれば7割の勝率で勝てるのでこちらを7対3に切り分けてありますので7と3合わせて10ですねそれにそれと分かりやすいように雨の場合も11ではなくて五五と5対5というように書いていますこのように面積図ができますね そして勝ちましたというデータが先に知らされて勝った時にそれが雨だった確率はというように聞かれていましたよね。勝った時に雨であった確率はと。でそうするとその確率は この勝ちに占める分,分母が勝ちの2つの領域ですね一番左上と左下の2つの領域合わせた部分が分母になり分子に来るのは雨の場合ですから左上の部分になります勝ちかっこ5って書いてあるところですねこの部分の面積ということになりますそうしてやれば確率が求められるこれは実際に計算をしてみてくださいやはりこの細かく仕切った小さな正方形を数えても確率は分かりますけれども 計算式で確率を使った計算をしてやることができますこれは条件付き確率の考え方でできるはずですのでやってみてくださいこのような計算式になりますね価値の確率2つの部分の面積合わせた部分が分子それから左上側の左上の部分、左上の長方形部分が雨の時に 勝って雨であって勝つ勝ったという雨勝ちの確率部分確率面積になりますはいえっ、ー、とこれでだいぶ慣れたかと思いますのでテキストの例題をやっておきましょうえっ、ー、とこれはちょっと人の直感に反していて面白いので有名な問題ですある病気の患者は全人口の2%である この病気にかかっているかどうかを調べるためにある試薬を与えるこの試薬はこの病気にとっても敏感でここのの病気にににとてても敏感でこれれかかっているる人の95%に反応が現れるただしこの病気にかかっていない人の10%にも反応が現れてしまうこの試薬によって反応が現れた人が本当にこの病気にかかっている確率はいくらか最後のところに仮説とデータがありますね。えー と反応にが現れたというのがデータ結果になりますで。で、この病気にかかっているというのが仮説になりますね。 ちょうど2020年、コロナ、新型コロナウイルスの騒ぎ、コロナ禍で大変でしたけれども、えっと、その状況に少し似ているんですね。コロナの患者さんの数はすごく多いように感じますけれども、全人口に占める割合にしてみたら、ものすごく当然少ないわけですね。それで、検査でどれぐらいキャッチできるか。 検査をすればどればどぐらい正しく判断できるかそれからかかっている人を見逃すっていうこともよくないですけどもかかってない人にですねあなたかかってますよっていうのもよくないでそういうことってどれぐらい起きるのかっていうのは今のこのコロナ禍の状況とちょっと似ている問題ですね。テキスト57ページの例題から少し改をしている改変をしています。 ちょっとあの問題を解く時のコツというか注意点なんですけども注目する仮説とデータは一般に問題の最後に書かれていますよね。これは大抵いろんな数学の文章題でもそうだと思いますけれども重要な問「問うべき」 何を聞かかれているかというのは最後にあります注目する仮説とデータは一般に問題の最後ですね。で典型的な問題の順番としてはあり得る仮説とその仮説が正しい確率が提示されてそれぞれの仮説の下でどんなデータが確率いくつで生じるかこれは条件付き確率ですねこれが提示されて最後に注目する仮説とデータの提示で確率の計算となりますね。 さて、この確率を計算をしたいんですけれども、陽性であった、検査結果が陽性であったという時にですに、ね、陽性になった人ばかり集めてきた時に、本当にその人が病気にかかっている割合はいくつかというように考えるわけですよね。ですから、陽性である確率が分母、病気であって陽性になると。 という確率、これは赤字象の確率ですね。アンドの事象の確率が分子ということになります。この積事象の確率は情報定理によって求められます。病気である確率と病気であるという条件の時に陽性である確率。ここで注目してほしいのは。 あのえー、と今の情報定理、病気であるときの確率かける、えー、病気である時に陽性となる確率ですね。で、ここで注目してほしいのは、えっ、ー、と、もともと求めたいのは、陽性という結果になったときに、そのお原因が病気である確率ということを知りたいわけですけども、計算式の中には、えー、このように、えー、病気であったときに陽性となる確率というように、因果関係の順番に沿った、 概念的に理解しやすい確率が出てきてますよねここで確率がひっくり返っています条件とある条件の下での事象っていうものがここでひっくり返っていますね陽性というものを条件にして病気の確率だったのが病気の方を条件とした陽性というようになっててこちらの方が考えやすいはずですよね 情報定理に従って実際に計算しますと、えー、っとこれ無作為に1人連れてきたというように考えますと、全、えー、人口から無作為に連れてくるとですね、2%の人がかかっているので、本当にかかっている可能性が何も、他に情報がなければ2、2%ですね、0.02。 病気のの確率のところがになりますでそしてもし病気であるとするとその人が陽性反応が出る陽性という結果になる可能性は0.9595%あるんでしたよねだから分子のところは 0.02×0.95 になります、えっと、さてじゃあ分母の陽性という結果になる確率ですがこれは2つの場合があるはずなんですよね、えー、1つは今 <laughs> 考えたもので、えー、実際、病気だったから陽性反応が出たというところ。零点にかける零点九五で、この赤字症の確率を求めました。えー、と病気問題の病気になってて、陽性反応が出るという。H＆D という形ですね。それと、もう一つは、本当は病気じゃないのに陽性反応が出てしまうというパターン。この二つがありますね。 そしてこれら2つの事象は配反です。互いに配反です。同時には起きないので下法定理が使えるわけです。というので計算式はこのようになりますね、えーと。ある陽性反応が出た時に本当にその病気にかかっている確率はというので、えーと、その陽性反応が出るっていうのは病気であって陽性になる時と、病気じゃないのに陽性になっ,てるなってしまうという2つの場合がある。 でこの2つの場合の確率を過方定理で足したものが分母。そして問題の病気で陽性になったと、病気陽性という確率を分子というように計算をしてあります。それぞれの確率は情報定理で計算をすることができますね。分子と分母は部分と全体の関係にあります。ですから必ず同じ部品が、 分分子と量分母のこれは面積で考えてもらえば面積図で考えてもらえば明らかだと思いますある面積全体に占めるその中の特定部分の割合ですから分子と分母には必ず同じパーツが現れてきますさあ実際に計算するとこんな感じですねえー、と先ほど言葉で「安度」ってうふうに書かずに「病気で」とか「出ないのに」って書いてますが これを今までの学習に合わせて安度で書いてあります。このような計算になりますね。0.16ということです。分子の部分は病気が原因で陽性になるという確率で、分母の部分はとにかく陽性になる場合すべて、この場合は2通りしかないですけども、それすべての確率になります。0.16ですから、陽性と出ている割には本当にその病気の確率はかなり低いと。 いうことになりますね。これは少し意外な結果ではないでしょうか。なんでそんなことになるのかあーというのは、なんでそのような結果になるのかというのは、えー、っと間違いが 病気じゃないにもかかわらず陽性ですよっていうふうになってしまう人が10%いるんですけれども、えー、と病気じゃない人の方が圧倒的に多い状況になってますよね病気にかかってる患者は全人口の2%しかないので98%の人はかかってないわけですね、えー、でそれでそのたくさんの人のところでこの10%というのが結構大きな面積になりますだかからら全人口2ですから えとそのうちの95%っていうのはその本当にかかってる人の中での割合でいうと条件付き確率で考えるとかなりの量大きさなんですけどももともとですね全人この2%しかいないわけですからね。でそうすると先ほどのように実際に陽性反応が出ても本当に病気にかかってる可能性というのは意外に低いということになります。えー、と新型コロナの場合は もうちょっと良い良い状況というか、こ,このようには、えー、とな,なって、えー、いなくて、えー、コロナをキャッチできる割合っていうのは、このように、この95%というこの問題になっていますが、比較的高い。 ただ、実際、この問題と似ていて、コロナにかかってない人ってものすごい数多いというか、かかっている人よりもずっと多いですから、わずかにそういう間違いがあるだけでも、実際かかってないのに陽性ってなってしまうのが、わずかにあるだけでも、たくさんの人が検査を起きると受けると、本当は、 あかかってないのに陽性っていうふうになって驚く驚いてしまうという人が結構な数結構な数出てくることになりますよね。 樹形図で書くとこんな感じになります。樹形図の書き方もマスターをしておいてくださいね。最初は病気か病気でないかで2つに二分しますね。枝分かれします。病気の確率0.02、病気でない確率0.98。それぞれの場合について今度は陽性か陰性になるかというので枝分かれをさせます。病気の場合は0.95の確率で陽性になって0.05の確率で陰性になります。病気でない時に0.10の確率で陽性になって0.90の確率で陰性になる。 ここで樹形図の枝のところに書かれた確率これを掛け算してやると4つの事象標本点を標本空間の標本点を構成する標本点となっている4つの事象のその確率が求められていますねそれぞれ求められます。そして今星印が2つついているところと1つついているところがありますね。この2つの部分を足したものが分母で陽性という反応が出る確率。 そのうち星印が2つのところ、病気で病気であり、そして陽性になる、病気陽性という赤字症の確率が一番上の0.02かける0.95ということになります。樹形図の書き方、まあ、言葉で書いておきましたけれども、書いていけば。 だんだんわかるようになると思いますので、えーと、自分で書いて正しい図と見比べて、えー、と練習をしてください。言葉では書いておきましたけども、分かったと思ってからこれを見て、えー、と覚えるというのではなくて、実際ちょっとやってみたらわかると思うんですね。まずこのように、えー、病気か病気でないかという,う第一段階で2つに分けますで。確率を枝のところに書いておいてください。 でそしたら次に第2段階でさらに枝分かれをさせます。病気の時の陽性か陰性。病気でない時の陽性か陰性。そして枝分かれのところに条件付き確率を書く。0.95とか0.05とか書いてあるのは条件付き確率ですね。そして最後にそれぞれの標本点に対応する確率を掛け算で求めることができます。 この掛け算の4つの確率全部求めなければいけないわけではないですが必要なところを求められるどこでも必要なところは求められることが分かりますねそして最後にその結果データとして得られた部分データのデータとして実際に得られたところをで該当するものを全部分母のところで足します分母にしましてそれから今 注目している仮説、病気であったと、病気だから陰性にな陽性になったんだというその仮説に該当する事象これ,これを分子にするですね、えー、でそれでベズのこれがベーズの定理というものになりますこれ先ほど言った話ですねかかっている人の95%に陽性反応が現れるのはかなり精度の高い検査ですが えと今の確率の計算の結果はあまり陽性であっても実際にその病気にかかっている確率は高くないですね。でこれは先ほども言葉で説明をしていきましたけども面積図を用いてやると、えー、さらに分かりやすいと思います。えー、少しし余分なあの話をしておきますこのベースのベ定理は近年 盛んになってきたよく使われるようになってきたベイズ統計学での最も基本となる定理ですそれでベース統計学の重要な考え方の一つはこのベースの定理をですね情報の確率に関する情報の更新をしているというように考えるということなんですねベースの定理これは情報を得て確率を更新する手続き もし情報が何もなければある人を1人募集団から連れてきて「この人病気にかかっているかどうか当ててください」と言われれば病気にかかっている確率は0.02でかかってない確率は0.98ですよねで。そこに検査の結果の情報がもたらされたこの人陽性だったんですよっていうふうに情報がもたらされたのでだったら この人が病気にかかっている確率は0.16でかかってない確率は0.84って考えていいよねというでうにもともとかかっている確率はじゃあ0.02でかかってない確率は0.98でしょうというようにしか判断せざるを得ないんですけれどもそこここに情報がもたたたらされととで、ででの確率を更新できたと考えるわけですねで。我々日常生活で行っている確率更新を洗練したものだと考えられます。 例えば野球の、プロ野球の試合なんかで、え次に、次の試合に勝てそうかどうか、あというときに、 対戦相手を知らなければまあその時のチームの勝率ぐらいから考えるしかないですよね。現在のチームの勝率とかで考えとくしかないですけどもこれで対戦相手の情報がもたらされればあそのチームとだったらこれぐらいになるんじゃないかなっていう,うに確率の更新ができますしそれからさらに何か情報がもたらされる例えば相手側の先発ピッチャーが誰々だっていう情報が来ればですねさらにそれでそれなら勝てそうだとかいやそれなら勝てそうだとか。 それじゃあもう負けだなとかですね、えー、いうように我々日々確率の確からしさの更新やってるはずなんですよね。でこの手続きを洗練されしたものがベーズの定理だというように考えることができます。で最初の情報がないときに考えている確率を事前確率というように呼びます。でここに情報がもたらされるとそれに応じて 確率を更新する、確率を考え直すわけですよね。これが事後確率、更新された確率を事後確率というように呼びます。もうだいぶ問題やってきましたから、そろそろ大丈夫だろうと思いますが、仮説とデータという言い方、まだ慣れてないかもしれませんので、もう一段やってお,お,おきたいと思います。ある大学では入学試験として2段階のテストを行う。 1>, 1回目のテストである点数 a を超える学生は受験生は30%だった。この点数を超える学生の合格率は80%超えない。学生の合格率は1。5%であったある合格者が1回目のテストで a 点以上であった。確率はいくらかと。最後のところに仮説とデータがありますが、何が仮説で何がデータかいいです。分かりますか？ データは合格しているといこの人は合格者だということですねこれがデータ仮説は1回目のテストが A 点以上ということになります結果とかデータという部分が分かって仮説原因側を考えるという構造の問題ですね でこの問題、ノートに面積図と樹形図両方描いてですね、やってみてください。まず、すぐ次に、えー、正解を示しますけれども、一度ここで、次を、次の解説、次、この続きの解説を聞くことを一回ちょっとストップしてですね、やってみてください。はい。えーと、では、正解を述べますね。まず面積図がこんな感じですかね。えー A 以上を取る確率が30%ですからねそれで未満 A 未満の確率が100分の70というように30%と70%というように大きな確率1の正方形を切り分けます。そのうち A 以上を取った場合は合格が80に対して不合格が20になりますね。それから A 未満だった場合は合格は1515% 15の合格率で不合格が75になるということですね。 ここのように面積図を書くことができますで。そうすると求める確率は合格ということが分かったのでこの面積全体を分母にする。それ合格という条件のもとで合格したという時にこの上側ですね合格括弧80って書いてある長方形の面積の割合合格80と合格15っていう2つの 長方形のの面積を足したものが分母で分子は合格80という部分これが求める確率になりますね受験図で書いていきますとまず A 以上か A 未満かで分岐させて確率を書いておくこれは事前確率とさっき読んでいたものですねそしてそれぞれの場合に起こることでさらに枝分かれさせるそして条件付き確率を書いておきます A 以上であれば合格の確率は 0.8AA A 以上でであれば不合格の確率0.2とということですね。同じように A 未満の場合も図を書き加えていきます。で最後に情報定理を使えば積事象の確率が計算できましてあとは該当するところ今の場合合格ですね合格に該当する事象、一番上とそれから。 えと A、未満で合格とというところですねこれを分母にして A 以上で合格という 0.3×0.8 というところを分子にすれば求める確率になります。このような計算ですね。合格である確率を全体の分母にして A 以上であって合格である A 以上でもあるし合格であったという確率を分子にしてやりますね。こうした計算になります。先ほどの面積図細かい 波線を入れまして、えー、小さな長方形の数を数えても確率が計算できるようにしておきましたけれどもここでは計算できちんと求められるようにベーズの定理を使って求められるようにしておいてください。はいえー、と以上ベーズの定理についての解説をしてきました。 統計入門の受講者の人はこの第5回4弦の授業の課題が1つありますので、えー、これは出席の課題ですねこのちゃんと動画を見たかどうかを確認するための確認,確認課題ですので必ず授業日の24時までに提出するようにしてくださいではこれで第5回統計入門第5回の動画配信2つ目の動画配信も終わります